体重コンピューターチェック。チェックします。名前クレイジーゴン、種別ロボット怪獣、身長42メートル、重さ3万トン、能力自動車を食べてしまう。自分の星の資源を使い果たしてしまった宇宙人バンダ星人が、地球の鉄分を横取りしようとロボット怪獣クレイジーゴンを送り込んだ。交通が渋滞している高速道路に出現したクレイジーゴンは、霧を吐いて自分の姿をカムフラージュし、知らずに近づいてきた自動車を強力な磁石の右手で捕まえる。捕まえた車は腹のシャッターを開け体の中へ収納する。これを繰り返して満腹になったところで空中に飛び、上空のバンダ宇宙ステーションへ帰還する。これがバンダ星人の考えたコソドロ作戦である。このような横暴を許すわけにはいかない。ウルトラ警備隊は新型スペリウム爆弾を搭載した自動車を多数配置して罠を張った。案の定クレイジーゴンが現れて車を食べて、バンダステーションへ帰還したところで大爆発。ところがクレイジーゴンだけが破壊を免れた。それだけではない。コントロール装置を壊されたクレイジーゴンは機能が異常になってしまった。怪物クレイジーゴンとなってしまったのだ。めちゃくちゃに飛んだり歩き回ったりするクレイジーゴンは、無差別破壊を繰り返しながら前進を続けた。その行く手には病院があった。危ない、クレイジーゴンをやっつけてくれウルトラセブン。だがめちゃくちゃな攻撃を仕掛けるクレイジーゴンは手がつけられない。そこでウルトラセブンは体をミクロ化してウルトラ警備隊のエレクトロエッジガンに潜入。自分自身が弾丸になってクレイジーゴンに体当たり。これがウルトラセブンのステップショット戦法なのだ。